さあ始まりました、 K シネマチャンネルのお時間です。このチャンネルは映画ドラマの感想考察解説をか、またランキングやキャスト予想作品紹介も多数行っております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。はい、ということで本日は東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命ネタバレ感想動画となっております。はい、ということでね、公開日翌日に早速見てきましたが、だいぶね久しぶりの動画投稿ということで、まあいろいろプライベートでバタバタしていまして申し訳ありません。ということで本日はね、東京リベンジャーズ2運命見てきましたが、もう相変わらずヤバすぎました。本当に最高峰のキャスティングでしたね。トーリブ関連はね、まあ、バジイチ冬、そしてマイキーの兄佐野真一郎のねキャスト予想動画を上げていまして、そのね、まあ、答え合わせもできていなかったんで、まあまあね、そこもね含めて感想を語っていきたいと思うんですけれども、いや真一郎出てきましたね。はい、ということで早速いきましょう。はい、では早速ねいきますけれども、まあ、やっぱりね、なんといってもバジイチ冬カズトラの3人ですよね。まあ3人ともほんとビジュアル演技ともに完璧すぎて、もう笑けてくるレベルなんですけれども、まあ漫画からねもうそのまま飛び出してきたとは、まさにこのことかって感じでした。でまずね、マイキーの幼馴染東満創設メンバーの一人でもある一番隊隊長バジケイスケ、まあ予想ではね、予想動画見ていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、山崎賢人さんって予想していて、まあね、理由はロン毛だったからっていう、まあただそれだけなんですけれども、まさかのね永山絢斗さんだったという、まあねキャスト発表の時はね最初すごい意外って感じだったんですけれども、まあ蓋を開けてみると、もう永山さん以外ありえないと言わせるほどの説得力と、まあね劇場でも目つきといい、眉間のシワといい、そして刃オーラ、全て本当にバジさんそのものでしたね。まあね、原作読んでいる人からするとね、まあいろいろね、いろいろ思うところがあって、ちょっとね泣きそうになりますけれども、まあね、後編の決戦ではバジさん大暴れしてくれると思うので、6月31日まで皆さん楽しみに待ちましょう。そしてね、竹道の相棒となるバジの腹心一番隊副隊長松野千冬ですね。こちらはね、まあ予想通り高杉真宙さんでしたけれども、いやね相変わらず千冬のバカさ加減をね見事に演じられていて、まあ、竹道とね千冬のシーンはものすごいちょっとコミカルなシーンが多くて、まあ、キャストインタビューでもねおっしゃってましたけれども、子犬同士がねキャンキャン吠え合っている感じがめちゃくちゃ出てて、原作同様ね最高のコンビ感でした。そしてこちらもすごかったです。6人目の東満創設メンバーでありバルハラのナンバー3花宮和虎、こちらはね今和の国のアリスの血潮でおなじみの村上虹郎さんで、もうね何なんですかね、あのオーラ、ちょっとね危ない感じがするオーラプンプンでしたけれども、まあね冒頭から和虎が登場してきて、いやー危険な匂いがプンプンしてる感じ、さすがとしかね言いようがなかったです。まあ、孤狼の血のね時の演技もそうなんですけれども、やっぱり一番すごかったのがマイキーの兄の真一郎を殺害してしまった直後のお芝居、動揺しながらね狂い始めてマイキーが悪いんだって言っていく、あの時の表情といいセリフ回しがね本当にリアルすぎてね、狂気じみててちょっとすごかったですね。はい、そしてね原作勢からしたらもう皆さん超気になっていたであろう超重要人物がサプライズで登場してきました。まあね出てくることは分かっていたんですけども、まあね事前にはねキャスト発表されておらず、まあ、誰が演じるか、まあ、予想合戦あったと思うんですけれども、まあ、予告でね一瞬後ろ姿が映って、そっからあの人なんじゃないかって僕もねなんとなく分かっていて予想していたんですけれども、まあ、マイキーの兄佐野真一郎なんですけれどもね、いやーこちらも完璧かつサプライズ驚きのキャスティングでした。それがこの方、高良健吾さん。いやーねニアミスでした。はい、真一郎キャスト予想動画ね上がってるのでそっち見ていただけたら分かるんですけれども、ラスト3人絞ってそのうちの1人が高良健吾さんだったんですよね。
佐藤健さんと松坂桃李さんと高良健吾さんの3人に絞って、でそっから最終的に自分は松坂さんを予想したんですよね。いやー惜しかった。でもめちゃくちゃ嬉しかったな、本当に。あの声本当に出そうになりましたもん。あのやっぱりね、うん、晴天をつけコンビでしたね。うん、大河ドラマでもずっと2人でいるシーンも多くて、まあやっぱりね、キャスティングされたスタッフの皆さんも多分吉澤さんとのね関係性だったり信頼関係も踏まえてのあのキャスティングだったと思いますし、まあなんといっても顔が似てますし、あとはもうビジュアルですよね。完全にあの佐野真一郎のビジュアルとあのうり二つで、まあ、黒髪マッシュの似合うこと本当にかっこよすぎました。またね、あのマイキーのあの回想シーンでバブを微笑みながら磨いてるあのね笑顔が真一郎すぎて、ちょっとねあのシーンは涙止まりませんでしたね。いややっぱりね改めてあの通り部制作陣のキャスティング能力の高さには感服いたしました。さあということでいかがだったでしょうか。東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命ネタバレ感想でしたけれども、まあねこっからが本番ですから、6月31日後編であるね決戦が公開されますからね、皆さん31日まで共に生き抜きましょう。これからもねあの東京リベンジャーズ関連の感想動画考察動画もねこの後すぐ上げる予定ですので、ぜひチャンネル登録の方していただけたらなというふうに思います。それではまた。本日は最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた。 KCネマ